どうもお疲れ様です。ババログです。インスタを見ている方はご存知だと思いますが、年末年始も結構衝動買いをしていて、 YouTube でも紹介したいんですが、その前に今日は最近買って地味に良かったユニクロを4つ紹介します。今の時期にちょっと買い足すにはちょうど良かったので、参考にしてもらえたら嬉しいです。最後に着回しコーデも紹介するので、よかったら最後までご覧ください。それではどうぞ。まず一つ目は、実はむちゃくちゃ今愛用していて、去年買ってよかったユニクロ1位って言っても過言ではないのが、このウルトラライトダウンシャイニーボリュームジャケット。私はベージュの L サイズを購入しました。去年プラス J のダウンを全部捨てて、今シーズンはテッカテカのモンクレールのダウンを買うぞって思ってたものの、高すぎて買えず、冬に韓国に行くときどうしようと捨てて後悔してたんですが、このシャイニーボリュームジャケットは出たときに実はちょっと気になってたんですけども、多分8000か9000ぐらいしてて、コラボでもないダウンにこの値段ユニクロに出せないと思って見送っていたら、12月に韓国に行く直前にセールで4900円と安くなっていたので、とりあえず韓国に持っていこうと焦って購入したんですけども、テカリ具合が上品で着てないみたいに軽くて、今一番着てるアウターです。どっち。こんなにボリュームがあるのに、ウルトラライトダウンシリーズなので、なんとポケタブル仕様になってて、小さく畳めて持ち運べるのもすごいところです。年明けてからはさらに安くなって、今は3900円になってて、ユニクロ好きな人はやっぱり白のアウターが好きみたいで、白はすでに完売してしまってて、他の色もサイズ掛けしてきてますが、このベージュはなんか人気ないみたいで、今んとこ全サイズありそうです。でも一番人気のないこのベージュが一番高見えすると思ってるので、今日はここまででいいので、気になる人はすぐにユニクロ行ってください。いやいや、もうちょっと見るよって残ってくれた人にまたおすすめなのが、いろいろ衝動買いしたアイテムのコーデの幅を広げるために羽織物のニットが欲しくて買ったのが、男女兼用ですが毎年定番でメンズの方で出ているプレミアムラム V ネックカーディガンのグレーです。サイズは男女兼用サイズの L サイズになってます。こちらも定価の3990円からもう値下げをしていて2990円になっています。春物としてよく似たサラッとしたウォッシャブルミラノリブ V ネックカーディガンが出てて、春まで長く着ることを考えるとこちらの方を買った方がいいかもしれませんが、コラボで完売する商品じゃない限りユニクロで春を先取りしなくてもいいし、ポケットがある方が可愛かったので安くなった実用的なこちらの方を購入しました。先週期間限定で安くなってたので購入したのが、こちらのコットンバギーパンツのベージュ64サイズです。炎上覚悟で言いますが、オンラインで丈長め購入しました。最近パンツはデニムにお金をちょっと使いすぎていて、コーデも毎日ニットとデニムっていう風な感じでマンネリ化してたので、そういやベーシックに使えそうなカジュアルなチノパン的なベージュのパンツがなかったなと思って、私の持ってるものと相性がよく着回しが効きそうだったので購入しました。バギーパンツはちょっとでも丈が短いとバランスが取れにくく一気にダサく見えるので、標準サイズを試着して床から丈が浮いているようだったらオンラインで丈長めを買った方がいいと思います。最後の4点目はこちらも新作ですが、久しぶりに発売されてもう待ってましたってなってすぐに買いに行ったデニムジャージーナローロングスカート。サイズは M サイズのブルーを購入しました。ストレッチ素材なのでお尻周りはピタッとして履いた方がいいので、だいたいいつもユニクロでは L サイズを購入するんですが、これに関しては M サイズでジャストな感じで履いています。多分響かないようにしているのでポケットないのがちょっと残念なところです。バッグにスリットが入っていて、そこまで深くないので足さばきもしやすいです。普段ほとんどパンツですが、ちょっとスカートと合わせたいと思った時に、今持っているのがフレアスカートばっかりなので、ちょっと長めのタイトスカートないかなと思ってたから、ユニクロで安く済ますことができました。デニムに合わせやすいトップスばかり持っているので、スカートでも間違いなく合わせられて、何よりスニーカーと合わせたい時にデニムのパンツはドカジュアルになってしまうんですけども、デニムのタイトスカートは女性らしくカジュアル度を抑えられるので、この組み合わせが大好きです。以上、ユニクロの購入品でした。また年末年始の衝動買いしたものも合わせてコーディネートを紹介しますが、今回はこの4点を使ったオーソドックスな大人しめの着回しコーデを紹介していきます。